日本の漫画作品1978年6月に夜行74月号にて発表された短編漫画作品である。作中、男が小松岬の雰囲気に似ていると思う佐田岬。夢を題材にしたシュールな作風の夜がつかむに続く作品。当時、心身共に疲弊していた告げはストーリーを考える余裕すらなく、 構想が広がらない日常の中に身を置いていた。当時、告げは弁護士の正木博ひの夢日記を読んでおり、告げはその差し絵を面白く感じていた。この頃、しばらく夢を元にした作品が続くのは、ストーリーができなかったためである。告げ自身は、夢を漫画にすることに、差したる意味は見出せず、むしろ不安定な気分になる。そのため、 何のために書くのかという理由を求めてしまうが、後に読み直せば意味付け不要で、面白さを感じたと述べている。特にこの作品では、1975年6月3日に、げが見た夢に手を入れず、夢をあるがままに描いている。作中登場する男は、げ本人、妻は、げの妻である、藤原真希がモデルである。ただし、人物、風景は夢を、 絵のように見ているわけではなく、あるいは夢に、場面があったとして、絵として覚えていても、実際に絵として、描こうとしても描けず、結局は、紙の上で作らねばならない、と述0している。したがって、中年男性や女の格好や顔はオリジナルであり、上半身裸のアマのアップも創作である。一方で、告げは、夢らしく描くことに非常に苦心している。 特に入江の廃墟のようなビルは、一見簡単に描かれているように見え、夢の持つ、特有の不安感を表現するために非常に苦労して描かれた。後に、ゴンドを進むとの対談で、告げは、ネジ式の場合同様に、こうした絵を描くと作者を精神分析するかの評論が出るが、告げ自身は、無意識ではなく、作った絵であると強調している。 1976年8月には、藤原真希が、大塚の外見にて手術に成功したものの、告げ自身は、心身ともに不調に陥り、この後1977年より4年間激しい、ノイローゼに悩まされることとなる。この作品が発表された1978年6月には、41歳の告げは、調布の団地に転居。 念願の住宅を手に入れた。将来は、古本屋やカメラ屋を始めるつもりで、古本漫画、中古カメラの収集に明け暮れることになる。ゴンドを進むは、この作品について、不思議で不自然で、そこが、大変面白いと評している。また、告げの作品を読んだ読者が、よく、ああいう夢を見るよねと言うが、実際は見ておらず、告げの作品を見てそう思い込んでしまうのだ。 と論じた。部屋に寝そべり、せんべいを食べながら、妻と共にテレビを見る主人公の中年男。テレビでは、小松岬の生活という気候番組が放送されている。小松岬がどこなのかを聞く妻に、男は四国の沙田岬に似ているようだと思う。画面内で、天が銅の長いギターのような形をしたカニを、面白いように捕獲する姿を見た男は、 こんなに簡単に捕まるなら自分でも撮れると、思いテレビの風景の中に入り込む。しかし、廃墟のようなビルから海に足をつけ、冷や、冷たいと言葉を発してしまう。ありがとうございます。